つもりゆ氏は、和歌山県和歌山市出身のプロ野球選手。宇藤右内、ち。福岡ソフトバンクホークス所属。和歌山市立楠すの君小学校3年から野球を始め、楠すの君中学時代は、公式野球の和歌山ビクトリーズに所属。2年から投手になり、3年夏には、全国大会に出場する。高校は、和歌山東高校に進学し、1年秋に、 上手投げからサイドスローに転向する。2年秋からエースになるものの、高校時代は甲子園出場経験はなかった。高校卒業後は東北福祉大学に進学し、3年の第67回全日本大学野球選手権ではリリーフ投手として同大学の14年ぶりの優勝に貢献し、最優秀選手に輝く。また2年と3年に、 大学野球日本代表に選出され、ドラフト上位候補に上がっていたが4年の春にホームを崩してしまい、第68回全日本大学野球選手権では、準々決勝の対仏教大学戦で3点差をリードしている7回に登板するものの、請求難に苦しんだ上にサヨナラスクイズにより、敗退した結果、3年連続の大学野球日本代表入りを逃した。4年秋には、 第49回明治神宮野球大会に出場するも1回戦で自身のエラーによってサヨナラ負けを喫する。2019年10月17日に行われたプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから3位指名を受け、11月26日仙台市内にて入団交渉を行い、契約金6000万円、年俸100万円で契約合意に達し、 12月5日、福岡市内のホテルで、入団発表会見が行われた。背番号は11。2020年6月21日、福岡ペイペドームの対千葉ロッテマリーンズ3回戦2回、表、先発投手のニホ朝日が、中村進和霊の危険球により退場処分となった、ため、虫満塁の場面でプロ初登板を迎えるが、最初の打者の井上春地下に、 満塁本塁打を打たれた。初登板で、第一打者に非本塁打は、同日の巨人サンチェスに続くプロ76人目。パリーグでは、前年のオリックスカンベフーミアに続く40人目。ソフトバンクでは2017年の高橋、順平以来だが、満塁被弾は、日本プロ野球史上初の記録となった。しかし、その後は5回途中まで、追加点を与えず、 記録上は3回0、3、5、3、あんだ辞席点1でデビュー戦を終えた。6月24日に行われた、対西部2回戦で、4から6と、リードされた5回裏頭から3番手として登板。この回戦投打者の山川穂高に支球を与えたものの、その後3人を抑え、続く6回表に、今宮健太の3点本塁打で、ソフトバンクが逆転。 つもりは6回裏一死の後、金子勇志に支給を与えたところで、香山深夜と交代したが、ソフトバンクは、香山以降4人の系投でセーブを無得点に抑え、打線も2点を追加し9から6で、逆転勝利。つもりは、プロ入り初勝利と同時に、2020年の12、球団新人選手初勝利一番の折となった。一軍公式戦には14試合に登板し、 防御率2.76の成績を残す。日本シリーズでは、同番機会はなかったが、出場資格者名簿に登録された。シーズンオフの12月8日、契約公開交渉に臨み、200万円増の年俸1300万円で、サインした。インステップ気味のサイドスローから、最速時速 152km の微妙に動く、ストレートを投じる。スライダーが武器。 打者の内角をつける強気の投球が売り、ありがとうございます。